ジャパンバッシングとは、欧米諸国が日本を経済面、政治面で不当に攻撃すること。日本と欧米の関係を観察する者が、欧米から日本に向けられた批判や反発を、日本側へのアンバランスで一方的な攻撃であると解釈した時に問題視する意味で用いる言葉である。特に高度経済成長からのバブル景気など日本が、アメリカ合衆国を越す、世界的に、 経済大国として存在感を増し、日米の経済摩擦が激化するにつれて表面化したアメリカ合衆国の1970年代からの反日感情の高まりに付随する政治現象を指すときに使われることが多い。1970年代のアメリカ合衆国の経済がインフレーションと景気交代に苦しむ傍ら、日本は世界第2位の GDP を誇るまで、 経済成長を続け、対米貿易は10年間以上も黒字を続けていた。一般的にこの時期の円は実力以上に安かったと考えられており、ここから米国内の対日感情は悪化する。世界への輸出を伸ばし続ける日本に対し、米側では貿易関係者が通商産業省をノトリアス道と表現したり、ジャパンワズナンバーワンという書籍がベストセラーになるなど、 共担すべき成功を続ける日本経済への関心が一般市民の間でも高流面で高まる。1980年にアメリカ合衆国大統領がカーターからレーガンに交代しても前半は米大手自動車メーカーのゼネラルモーターズが生産規模を大幅に減らしリストラを行うなど米国経済の迅速な改善はなく失業率は一時10分パーセントに迫った。 対米貿易で莫大な黒字を拡大し続ける。日本は公共に沸き、1960年代から対日赤字を続けるアメリカは不況に沈み、米国の自動車メーカーは1970年代終わりから1980年代にかけて壊滅的な打撃を受ける。この対比は、米国人の対日感情を悪化させ、米国では日本の市場の特殊性を閉鎖性とみなし、 極端なエミヤスを問題視して、ずるい日本とみなす議論に支持が集まるようになる。反日感情が高まる中、1982年には、中国系アメリカ人技術者のビンセントチンが、日本人と誤解されて、3人の白人に撲殺される、事件も起きた。不況と反日世論の高まり、各業界からの突き上げを背景に、アメリカ合衆国連邦政府は、日本国政府に、 市場開放、輸入拡大を強く迫り、米国の輸出を妨害するものとして、日本側の為替レートや業界観光、関税を次々と訴状に上げることになる。日本側はこれに対して、1970年代に続いて、輸出の自主規制を約束したり、農産品の輸入拡大を約束したり、関税の引き下げを約束するなど、繰り返し協力的な姿勢を示そうとするが、 市場シェアを日本製品に奪われている米業界団体は相次いで日本をダンピング等の法令違反で提訴し対日感情は改善しなかった。米国の経常収支が赤字になると日本が不公正な貿易障壁を築いているとの批判が1984年にも再び強力になり日本はアメリカの対日感情の悪化を緩和しつつ 自国産業も保護したい中、円安の是正や輸入の拡大を約束し、市場開放のための規制緩和を約束するが、大きな効果はなかった。1985年には、先進国首脳会議の増床中央銀行総裁会合で、為替をドル安に誘導するプラザ合意が実施され、ドル円の為替レートは大幅なドル安に転じたものの、 これによっても米側の対日輸出は期待したように伸びなかった。アメリカの対日赤字は拡大を続け、米国内ではますます日本の貿易障壁への批判が強まった。米国は日本を金融、関税など税制、ソフトウェアなど多くの分野で数多くの障壁を築いているとして強硬に迫り、日本側はその度に米側に妥協案を示すが米側は肩だけの 不十分な情報とみて、日米の認識の溝は埋まらなかった。この時期の米国からの日本は自由貿易を掲げる経済大国であるにもかかわらず実際には保護主義的に振る舞い自国市場へのアクセスを制限しているというにまいじた批判、本音と建前を使い分けるという批判について日本側も納得していたわけではなく、メイドイン USA が選ばれないのは日本側の発展によって 日本製品がアメリカ製品の質を全体として上回るようになり、消費者にとって粗悪なアメリカ製を選ぶ理由がないためだとする見方が強かった。日本側では、米側の要求については、生産性の低い米国産業の問題を棚に上げて、国力の差を背景に日本にねじ込みをかけていると理解しており、理不尽な押し売りであると見ていたが、内需拡大を繰り返し約束した。 1985年になると、米国の景気も目に見えて改善していたが、日本の攻撃はそれ以上に目覚ましく、米国では20年間にわたって莫大な、対日赤字が続く上に、GDP 比の形状収支の赤字が過去最高を記録し、対日本の心理に目立って和らぐ部分はなかった。この時期は、ハリウッド映画でも、日本側が、 日本叩きと受け取る描写が珍しくはなく、1985年から制作が始まったワーナー映画でも登場人物が日本製の電子機器を悪く言うセリフが見られる。1987年4月にはアメリカ政府は日本のダンピングを理由に日本製のパーソナルコンピュータとカラーテレビなどに異例の100%の制裁関税を付加した。米議会では報復措置が審議され、 1987年には東芝ココム事件をきっかけとして日本製品を議員が破壊するパフォーマンスも注目を集めた。東芝ココム事件が米国で大きな反応につながったのも当時の対日感情の悪さゆえと言われる。1988年にはアメリカ側が不公正とみなした日本側の観光に強力な制裁が発動できるように1974年。 通商法の改正も行われる。結局、アメリカから日本への黒字を減らせという要求は1980年代以末に、和らぐもののバブル崩壊まで続いた。これら1970年代末から1980年代の、米国の日本非難の論調、米国政治の動きに対して、対する日本側では当時は我が世の春を謳歌していただけに、一般のテレビしか見ない国民が、 アメリカの強硬な対日要求を不当なものとして意識することは多くはなかった。日本いじめ、日本叩き、ジャパンバッシングとして振り返られることが増えてきたのは平成不況と失われた20年とも言われるデフレ不況を経てからである。なお、この言葉は欧米が採用する対日政策や欧米側から日本側に向けられる批判に対して 日本側が悪意があるものとして非難するときに使う言葉であり、ジャパンバッシングとされるものと、そうではないシビアな対日批判や要求といつも区別できるわけではない。ゼネラルモーターズの企業城下町であるデトロイトでは、工場労働者がアジア系に対し非友好的な態度で接するなど、ジャパンバッシングを発端とする差別感情が根強く残っている。日米貿易摩擦。 日米スパコン貿易摩擦及び IBM 産業スパイ事件も参照詳細は東芝機械国務違反事件を参照1987年に東芝機械がソ連技術機械輸入公団への取引の件について大協三権輸出統制委員会の協定に違反したことが問題視された巨額の対日赤字への不満が続いている中で発覚したこの事件は ホワイトハウス前でアメリカ合衆国議会の議員が東芝のラジカセやテレビ受蔵機をハンマーで叩き壊すパフォーマンスを見せる事態にまで発展した。詳細は捕鯨問題を参照日本の商業捕鯨が環境保護団体に非難され様々な環境保護団体や動物愛護団体またこれらの団体の要する環境ロビーストが捕鯨批判のキャンペーンを実施。 折からの経済摩擦問題が火種となり、この状況に便乗する形で同調した自動車、産業団体や農産物生産者等を巻き込んで大規模な反日本キャンペーンが方々で開催された。この中には日照機を燃やしたり、日本製乗用車をハンマーで叩き潰すといった過激なパフォーマンスが行われた。この圧力の中で日本は、 商業捕鯨の事実上無期限停止を決定した。詳細は、スーパー301条を参照米国議会は、このようなジャパンバッシングの流行の中で、輸入関税の大幅引上げを武器とした、スーパー301条を可決して、日本に市場開放を迫った。日本側は、牛肉や柑橘類の関税縮小を余儀なくされた。もっとも、同時に、オーストラリアやカナダ。 中国なども対日輸出を拡大したため、米国の食料生産者が期待したほどには、対日貿易は増大せず、米国以外と日本の食料市場を分配する結果に終わっている。また、日本に輸入される自動車への厳しい規制も緩和されたが、結果的にはむしろ日本にヨーロッパ社の輸入拡大をもたらす結果となった。その後、 当時の日本の内閣総理大臣、中曽根康弘と、米国大統領、ロナルド・レーガンの、ロンヤスコンビと呼ばれたリーダー間の折衝が進み、次第に、日米政府の間では信頼関係が、回復していったが、両国の国民の間には、現在でも以上のような貿易摩擦や、偏見が存在している。1989年以後、日米構造協議が実施され、 続いて1994年以後、年次改革要望書が出されるようになった。石原慎太郎を筆頭とする、反米保守勢力は、何の努力もせずに、文句だけつけてくるとして批判した。合衆国出身の実業家、ビルトってんは、こうした一連のジャパンバッシングを、敗者の喧騒と断じ、同盟の著書も上司している。なお、彼は、ジャパンバッシングのみならず、 日本政府のアメリカ追従政策についてもその後の著作で厳しく批判している。アメリカの自動車産業は1970年代から低価格、低燃費の日本車の輸入により打撃を被っていた。ビンセント沈殺害事件、米中貿易ハイテク戦争はどうなる日米半導体摩擦を振り返る。電子デバイス産業新聞。2019年5月13日閲覧。 米中貿易戦争、土壇場で中国が強行に出た二つの理由、中国側は直優戦の構え。ビジネスインサイダー。2019年5月24日閲覧。アメリカで広がる都市間格差将来の日本も ?NHK ニュースウェブハットただし、これらのパフォーマンスは、反日の個人の行為であり、保護団体や経済団体などの組織的なものではないという指摘もある。 クジラトリオ、語れ。CW ニコル、アートデイズ。2007年 ISBN9 兆7848億6119万 896P82 石原は、1989年に、刊行した、ノーといえる日本、森田明夫との共著、公文社カッパホームスの中で、この持論を展開している。ありがとうございます。